人で出ますか。はい、2人でお願いします。静岡支部5110の杉山貴一です。お願いします。埼玉支部5122相馬翔です。お願いします。お願いします。この後レースあるのに一人じゃちょっと寂しいから一緒に出てやみたいな感じだったんですよ。しょうがないなみたいな感じで出ましたあ、もうしょうがないキャラっすね。めちゃくちゃいじられてますね杉山くんは。はい、うんうんって頷いてますけど、もういじられる超えていじめられてますはい あ、 ありますね。はい、僕もあるデビュー前にね、はい、はい、デビュー戦では、まあ、完全無事故プラス、自分の持ち味であるスピード旋回を、できたらいいなと思ってますので、ぜひ足を運んでください。お願いします。そうですね、なんだろうな、杉山くんはずっと6コースで自称大外のマドラーとして活躍してます。6コースが一番結構得意で、大外のマドラース、大外のマドラース。あと静岡浜の港なんですけど、よくポチャンって魚が飛ぶんですよ。それボラって言うんですよ。であだ名ボラス、あだ名ボラス。あと静岡うなぎ有名なんで、まあ、うなぎかボラスね、あだ名が、まあ、うなぎかボラスね。個人的にはもう何でもいいんですけど、一時期僕紫に髪の毛染めた時があって、その時はナスっていうのが流行ってますね。はい、いずれも人間ではないですね人間で呼ばれたこと多分ないですね今まで。はい、いや、これ実は僕がデビューした時になんかもうずっと僕握ってしかいなかったんですよ。そしたら親にずっと回ってるからマドラーみたいだねみたいな感じで大外のマドラー。あ、そのマドラーだよ、あのマドラー。そうそうそう、逆に何のマドラーだろう。いや、なんかそういうのがあるんかなと思って。なんか、大外のマドラー。まあまあまあ、その、うん、まあ気に入ってはいるんですかね。はい。まあ、魚とかよりはいいですよ。はい。はい、まだまだ。はい。そうはないんですけど、相馬くんは、同期の中だと口のでかさ一番っす。ちょ、一回やってほしいですよね。やってほしくないですか。一回普通っすよ、別にでかいっすよ、全然普通。ちょっと待って待って、じゃあなんでなんでなんで、コンプラつけとけもらえばいい。コンプラつけるんで、いやいやいや、じゃあ一回一回一回つける、つける、うん、もっと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 でかいっすよね。マジでつけといてください。でかいっすよ、コンプラマジでつけといて。そうだな、外のマドラならぬ大口の相馬ターンでしっかり船剣絡めるように精一杯一節間走ります。お願いします。みんな船剣買っていただけてる、いただいてるんで、期待に応えられるように頑張ります。お願いします。何があれ、決まったよ。俺はもう決まってる。何何、俺だってあれだもん、あのボートカールの、ボートカールの、じゃあ、あの見てない？見てない。まあいいよ、俺は。え、なんか一緒にやろうよ。あ、いいよ、何やる？だからそれでいいよ。あ、じゃあ違う、これ二人で勝ち釜。 OK、 せーの、勝ち釜。決まらねえくせえボートガール